レンズから入った光をファインダーに反射させるミラーがないカメラのことを指します。2020年にはついにミラーレスの出荷台数が一眼レフを上回り、市場の牽引役はミラーレスに変わりました。どうもこんにちは、東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの森永真彩です。東洋経済オンライン編集部長の竹政秀明です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。本日の主なポイントは3つです。1、ニコンがデジタル一眼レフから撤退すると取り沙汰されています。2、ニコンは現時点で開発を中止していることを明らかにしています。3、一眼レフの代わりにミラーレス市場が成長する中で、ニコンの一眼レフ撤退は避けられなさそうな流れです。というわけで今日はニコンは反論も一眼レフ開発から撤退の必然をテーマにお届けします。キヤノンと並ぶ一眼レフカメラ大手のニコンがデジタル一眼レフから撤退すると取り沙汰されています。竹政さん、何が起きているのでしょうか。はい、7月中旬に日本経済新聞がニコンデジタル一眼レフカメラの開発から撤退、60年超の歴史に幕との見出しでスクープを報じました。これを受けてニコンは開発からの撤退を決めたわけではないと説明するものの、現時点で開発を中止するということは明らかにしています。ニコンは2020年に一眼レフの最高級機種を発売したと聞いています。逆にそれ以降は一眼レフの新製品を発売していません。代わりにミラーレスへの注力を強調してきました。キヤノンも数年内に一眼レフの最高級機種の開発を終了するようですね。スマホのカメラ性能の向上を受けてデジタルカメラの出荷台数はピークから14分の1に減少しているんです。そんなに？めちゃくちゃ減ってるんです。その中で唯一成長を遂げているのがミラーレスなんですね。そもそもミラーレスカメラとは何でしょうか。レンズから入った光をファインダーに反射させるミラーがないカメラのことを指します。ミラーが必須の一眼レフと比べて本体の小型軽量化が可能になるなど利点が多いんですね。2020年にはついにミラーレスの出荷台数が一眼レフを上回り、市場の牽引役はミラーレスに変わりました。かつては一眼レフに画質で劣るとプロやハイアマチュアのカメラマンはミラーレスの使用に慎重だったそうですね。転換点は2013年ですね。フルサイズと呼ばれる大型のイメージセンサーを搭載したミラーレス α7 をソニーが投入して以降ですね、プロもミラーレスの画質を評価するようになったんです。その後プロは一眼というスタンスだったニコンやキヤノンもミラーレスの開発に本腰を入れます。それ以来プロ向けのミラーレスや交換レンズの拡充に注力するとともに構造改革を進めてきました。映像事業の採算は大きく改善しています。それでも一眼レフからの開発撤退を表明していないのですね。プロ向けミラーレスカメラの普及という革命的な変化が起きた上で、縮小が止まらないカメラ市場において一眼レフの開発を続ける余裕があるとはちょっと思えないんですね。いずれひっそりと一眼レフ開発からの事実上の撤退が行われることになるんでしょうね。ということで今日は東洋経済オンラインより東洋経済の吉野月香記者のレポートをお届けしました。気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。